三、はい。鳥の木からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは仏画教室代表講師の国井由紀子さんです。国井由紀子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。国井さん、今年の、国際短編映画祭札幌ショートショートね、はい、見ましたよ。 ありがとうございます。微妙でも見たこと、微妙っていうそのビデオのサイトがあるんですけど、はい、あれでも見たことありますけど、はい、やっぱり大きいスクリーンで見ると違いますね。違いましたね、びっくりしました。なんか、ね、はい、あの繊細な、はい、あの仏画のワールドがね、はい、とってもなんかこうミステリアスにこう大写しになったというか、はい、素敵でした。ありがとうございます。撮った方が素晴らしい方なので、はい、吉村先生が素晴らしい方なので、先生が撮られましたけど、はい、ご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんね、はい。その、まあ、主人公であります国井さんが今日のゲストでございます。よろしくお願いします、はい。仏画作家の、ライフストーリーです。面白いですよ。3つのキーワードこちらになります。じゃん。チベット密教式の仏画、自分探しではなく自分作り、世界遺産の街に住もう。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、はじめに、まあ、仏画ってねどういうものかっていうところをちょっとまずはイメージしていただけるためにですね、はい、いくつか今日はポストカードを持ってきていただいているので、はい、教えていただきたいと思います。はい、ちょっとこれ印刷でちょっと小さいんですけど、こんなもんで、それぞれなんか意味合いってあるんでしょうか。なんかそうですね、意味合いが、うん、これがグリーンターラーなんですけど、ね、はい、グリーンターラーです。はい、これは、商売繁盛とか蓄財とか、なるほど、はい、そういう意味合いがあります。これは、はい、これがホワイトターラーで長寿延命無病息災ですね。ホワイトってこの体が白い、はい、本当だ、こっちちょっと青いですもんね。はい、そうですね、はい、こちらがクジャク廟ですと魔除けです。魔除けという意味があったりとか、クジャクジョってますね。はい、そうなんです。これが魔除けの意味が、はい、あとはこういう千手観音ですと、ね、ねどし、ねずみどしの守り本尊、干支によって守り本尊があって、うん、はい、それぞれに意味が違って、うん、はい、そうですか。そうなんです。向こうのネパールとかあっちの方でも干支ってあるんですか。干支は中国ではあると思うんですけど、ネパールでは、はい、多分ないと思います。タツってあります。タツは普賢菩薩ですね。やっぱあるんですか。はい、タツとミドシが普賢菩薩ですね。年バレちゃいました、すいません。このようにですね、はい、一つ一つに意味があります。これももうちょっと見せましょうか。はい、ご興味のあるちょっと小さいんですけど、ね、これはこれは、聖子菩薩、来年馬年の守り本尊ですね。へー、はい、今年はこれ来年用に持っといて、はい、とかなんか床の間とか、あと大事な、そうですね、飾って、あと書いたりとかしてもご利益いただけるので。あ、なるほど、はい、はい、ということでですね、はい、いろいろこう意味合いがあるんですね、はい、こういうところを聞いていくとまたとても興味深いなと思いますけれども、はい、こういうのがまあ仏画というものですね、はい、でまたこの、国井さんがされてるのはチベット密教式の仏画ということで、はい、見るとすっごい細かいし、はい、どうやって描いていくのかっていう、これお決まりがいろいろやっぱりあるそうなんですね。はい、はい、決まりはな、日本の仏画だとデッサン力が要求されてしまって、うん、見ながら描くっていうのが大事なんですけど、うん、あとチベット式ですと設計図があって、はい、これにのっとって設計図にの中に顔を当てはめていくので、はい、左右対称にしやすいのと、 あとは本当にバランスが決まっているので、昔なんかそのバランスを崩すと悪いことが起きるっていうのを私本で読んでいて、ちょっと怖くなって独学はちょっと危険かなと思いまして。なるほど、はい、皆さんが大事にしている宗教のものなので、そういうのをなんかあまり分からずに書いてしまうとちょっとなんか失礼に当たってしまうかなと思って、はい、設計図を勉強したくてネパールに行きました。こうやって書いていくものなんですね。はい、そうなんです。国井さんご自身は、はい、札幌で美術系の短大出られて、はい、でその時からもうちょっとこういうのは書いてたのかしら。いや、書いてないです。書いてないですね、はい、ただまあ
絵を描く覚えは要するにあったわけですよね。もともとはい、ずっとやっていたので、油絵とか水彩とか、油絵も、はい、水彩とかデッサンとかも、はい、ずっとやってて、はい、でもやっぱりちょっとこう独創的に描きたくなるんじゃないかと思って、そういう絵心あればですよ、覚えがあれば余計、はい、でもやっぱりやってないですね。やってないですね。背景とかは結構自分の好みでいじっていけたりはするのでっていうのは、はい、あと色味とかも決まってるところはあるんですけど、はい、いやーすごい。画材とかはどうなんですかね。画材はネパールの時はネパールの画材を使ってましたが、やっぱり日本の画材が素晴らしいので、はい、日本 の、 あの水皮絵の具とか岩絵の具とか日本画の画材を使っています。日本画の画材を使って、はい、ということなんです。もともとやっぱり絵をやってる人から見てもね、はい、どうですか、特徴的にはやっぱりこう色合いが微妙な繊細な色合いと、はい、あと線が多いイメージがある。あ、そうですね、細かい線はとても多いですね。初めて見た時の印象って覚えてます？こういう物やっぱり細かいっていうので、うん、描いてみるとちょっと理解できるかなと思って、うん、で描いてみたいなと、なんかその絵をちゃんと味わうためには、うんうん、描いてみるのが一番いいのかなというのが出発点ですね、うん、なるほど、はい、そうなんです。で、これがこの仏画と言われるものですね。今の、国さんは今はその札幌で教室をされて、はい、生徒さんがいらっしゃるということなんですけれども、はい、主にどうですか、やっぱ活動としてはその教える方と、はい、それからあと展覧会で見てもらうことを、ね、なるほど、見ていただくことを企画したりとか、はいはい、販売もしてますか？販売もしてます、うん、はい、あと注文をいただいて、はい、まあ、その方の守り本尊ですとか、あとご家族のためにとかっていうのを書いたりとか、っていうのをしてます。はい、なんか本当お守りになりそう。まして自分のその絵図で描いてもらったりなんかするとね、はい、そうですね、特別なもう一枚になりますよね、はい、こういうものを描かれていらっしゃいます、はい、じゃあ、 仏画をどうやってこう、まあ、修行していったのかとか、あと出会いですよね、はい、そのあたりを2つ目のキーワードで伺っていきたいと思います、はい、2つ目のキーワードこちらになります。じゃん、